広告が多すぎることで有名な、アーチャー伝説。しかも、ゲームシステムもクラッシュロワイヤルをパクっていることから、このチャンネルでは、散々晒し物にしてきました。しかし、こちらをご覧ください。普通にやり込んでしまったので、バトルパスは最後まで空いてしまいました。何がラスト610円も課金してんだよ。課金したので、レアボックスが6回開けられます。緑が外れ、青がそこそこ、紫が当たりです。でも、紫でも強いのと微妙なのに分かれます。では、引いてみましょう。いきなり外れかよ。外れの中でも外れでしたね。攻略サイトに、あんま強くないって書いてありました。また外れかよ。これも微妙ですね。これも攻略サイトにあんま強くないって書いてありました。お、初めての紫。これはまあまあ強いって攻略サイトに書いてありました。だから全部攻略サイトの情報じゃねえか。これはまあまあですね。鎌はそこそこ強いらしいよな。2番目にいい武器みたいですね。さあ、あと2回。じゃけんな、もはや見ないでカットかよ。ラストは何かな？これ攻略サイトで一番強いって書いてあるやつだ。コメントでもブーメランがいいってちらほらあったよな。課金したので、こんな無課金装備が、強そうな感じになりました。ずっと勝てなかったステージ4に行ってみましょう。めっちゃ運良かったな。無課金だと紫武器はなかなか手に入らないから、どんぐらい強いか見物ですね。ほぼ1往復で倒せましたね。ちなみにちょっと前までの武器だとこんな感じです。課金の力ってすごいですね。これが大人のやり方だからな。紫武器だとステージ4はちょろすぎるので、サクサク進みます。このステージは50部屋なので、あと2つでクリアです。ラストはボスだから、道中はこれで最後だな。圧倒的な武器スペックなので、もはやハラハラ感すらない。課金して楽しいのは30秒ぐらいですね。この世の真理に今更気づいたのかよ。では、ちゃちゃっとボスを倒しましょう。体力が相当やばいけどな。ステージ4のラスボスは小さめですね。ああ、なんか弱そうだな。つうか見た目完全にポケモンのファイヤーだろ。一生なんて言わせねえぞ。誰も言ってないけどな。マジンコ体力ヤバタンですね。それに相手はまだ半分体力あるからな。でもヒカリナチャンネルは広告見るの得意なので、復活したぞー。なにこれリプレイ。やっぱり課金の力って恐ろしいですね。これでステージ5が解放されたけど、このゲームはステージ12まであるみたいだぜ。ちなみに、ヨウツベのステージ12攻略動画の装備は、今使ってた紫色のレア度のエピックを、3つ集めて、パーフェクトエピックに進化させる。そして、そのパーフェクトエピックを3つ集めて、レジェンドに進化させる。武器、防具、リング2つ、ペット2体だから、×6 ってとこだな。もしかしたらこのゲームは今回で最後かもしれません。課金の損切り早すぎんだろ。